とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。また30回です。長い。エンチャント見てみましょう。特にいいのはないっすかね。行きまーす。まあ、敵によっては破滅はいいかな。まず1回多分ここは難しくはないと思ったけども、いきなりクリーパーが来るか。しかも多めには来ないよね。多めに来んなよ。待って、怖えな、クリーパー。おーしよ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 し、怖いね。 OK、まだ出るでしょ多分。あ、もう出ないか。オッケーオッケー。クリーパー3体ですね。まあまあ気をつけてれば大丈夫でしょう。で2回いきまーす。おー、ミステリーか。まあいらないけどね。いらないね。いりません。地雷ありかなと思うんだけども、取らずに行きます。ちょいちょいちょい、場所場所。 OK、 嫌な場所だな。よし、ちょっと立ち回り注意な感じですね。はい、2回クリア。挟まれたりするとちょっと厄介。あ、これはもうパワーシェイカー間違いないね。うん、おお、やっぱり攻撃を特化したくなるよね。これだけ取れるか。これがそっち派なんですよね。どうしても火力をねモリモリにしたいタイプです。ほうほう、終わり？終わりじゃない？早っ。あ、でも、うん、これぐらい早くねサクサクいけたらいいっすよね。あー、バーストちょっといいかな。ちょっと待って、これ初めて、初めて初めて、これ初めての場所だよね。見たことないぞ、ここ。多分初の場所です。いや、ちょっと驚いてる。はい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 。お、いいね。今までね、ほぼほぼ使い回しだったタワーのステージがなんか変わったら、あ、嬉しいな。おいおお、なるほど。ちょっと待って、クリーパーいるよ。ある？いや、ないな。もしかしたら、あ、あ、こっちにはあるな。よしよし、あぶねえ、怖っ。いや、ここあった。いや、うん、見たことないけどな。多分初めてのステージじゃないかな、これ。おそらくね。あ、釣り竿早。釣り竿早い。あー、ポーションバリアか。種。行きましょう。あー、ここはね、よくある場所。行きまーす。嫌な場所。こういう時には種だ。おーしよしよし。今回結構出るよ、やつらが。よし、クリーパー注意していった方が良さそうですね。で、ちょっとラグいしね。上にあと1体ぐらいいるかな。はい、
5回クリア、次いらないね。で、ここ弓、いや、いいか。長弾を2までしてもいいかなとは思うんですけども、さあクリーパー出ない、ここなんか出そうなステージではあるんだよな。いいね、矢が出てきてくれてる。OK、倒せるっしょ。よし、6回クリア、いいんじゃない。あー、変えようか。防御力足りなさそうなので雪玉をちょっとつけていきましょう。 OK、ここね、でここ行って8回クリアしたら商人で、ボスっていう感じか。どうでしょうね。いや、別に強い敵いない、もしや。強い敵はいなさそうな気がする。ここで終わりじゃないだよね。いや、余裕余裕、全然余裕ですね。クリーパーが多いかなと予想したんだけども、そうでもない。一応杖持っていけ、うん、一応ね。どうなるか分かんないけども、まあ一応持っとけば大丈夫でしょう。ソウルは溜まるしね。あ、そうかそうか、雪玉つけてた、忘れてた。よし、いいねいいね。危な早くなったわ、思いっきり食らったわ。パワーシェイカーついてる手で戦ってた。終わり、おい、クリーパーは出るけど、そう大したことない。サクサク終わるから周回はそこそこ早い。わー、悩む。いや、これね、エンチャンターの書で召喚ビルドもいいし、矢筒もいいし、アップドラフトもメダルもいい。メダルだな、メダルでいきます。でもなんかね、タワーはメダルっていうイメージが俺にはあるんだよね。よし、運がいい、今回ほんと運がいいよ。いや、もうゾフ全然倒せなくなってる。よし、よし、終わりだな。あ、余裕だね。次商人じゃないな。あ、怒り良くないね。エンチャント的には刀が強いけども、こっちの方が好きだ。うん、好きな方使おう。エンチャントは良くないけどね。うん、まあ無難なエイジでも入れとけ、単純に火力上がるから。いいねいいね、いいんじゃない。落ちてはあ、落ちる落ちる、ナイスナイスナイス、どんどん落ちろ。あの3体ぐらいか落ちたのは、まあ、しゃあないね。ね、よし、あとは近づいて、おお、ナイス、やば、めちゃくちゃ出てきてくれる、これはありがたい。あ、
ポーションバリアもいいね。ヌストン変えようか。あ、サイ、あ、うん、いいね。釣り竿とこのサイズは合うよ。ヌストンにします。うん。ポーションバリアの方で、で、スパイダーに変えていく形にしようか。で、いいかな。はい。行きましょう。あ、結構出るわ。いや、もう、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よかったー。武器変えててよかった。ま、危ねえ。危うくやられるとこだったわ。よし、ナイス。いいね、ワンパンで倒せるっていうのはやっぱ嬉しい。え、敵少なくない？お、敵少ないわ。余裕余裕。あー、で、ゴーレムでね。はいはいはい、召喚ビルドできます。なるほど、いいかな。エンチャントはまあまあまあ、とりあえずいいか。いけ。いいね、いいね、いやいいね、いやいいよ。いいんじゃない。ソウルもね、そこそこ溜まってきてるので、いつでもぶっぱ可能です。少ないな。いつもの、タワーの感じよりも敵がね、とにかく少ない。もう少なくてこれは楽。ああこうかな。これでいきます。おい、ちょっと待って、矢が出てる。矢が出たよ。いけ。いいね、矢が出やすい。本当にあのね、矢が出やすい時って結構報酬にいいイメージがある。今回は報酬いいか。おお、すげえ。いや、本当に出る。危ない。いや、食らってるわ。食らってるわ。おお、思いっきり食らってるわ。よし、はい。え、ボスまだなの。あー、で、ようやく商人か。地雷か。怪しいな、怪しいな。まあいいや、地雷使えばなんかすごい楽になるボスだったりする。もしや、で、金細工か。まあ防具だろうね。うん、他の2つは、あー、まあか、そうね、影と断片があるならば影凸入れときたいけど、どうだろう、出るかな。最近出ないよね。ビーストボス1か。はい、では行きましょうか。うん、何が出る。おい、あ、ちょっと待って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 、完全にミスったわ。オッケー、危ねえ。よっしゃー。うん、役に立った。役に立ったわ。終わりー。雷の杖は役に立った。あ、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 うん、これもう間違いない、間違いない。ボーンクラブもこれ間違いないっすわ。ガードと火属性でしょ。で、クリティカルだな。いきます。なんかボスもね、ボスっていうかネームドの敵がたまに混じっててくれたりとかすると面白くなるんだけどね。
まあまあまあ、そうないけどね、そういう収録は。ほんと、実装最初の頃って、普通にエンダーマンとか、ガンと出たからね。それはさすがになくなってきたよね。地獄だったもんね。ほんと。ラストとか、出た瞬間に倒さないと、どうしようもできなくなったもんね。よし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 。でもスライムはソウルがたまる。いやでもついてないね。虚無がついてない。ああいいな、流れ込む魂いいな。まあまあいいです。こっちでいきます。いや変えてよかったか。火力ないね弓。うん、むしろさっきのあっちのボウガンの方が火力あったかもしれない。結構序盤に取ったもんねこれ。はい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 。いや嘘、危ねえ、危な。なるほどね、やっぱ流れ込む魂だったわ。流れ込む魂が欲しかった。おお、本当に矢が出る。矢めちゃくちゃ出るじゃん。あ、怒り。うんうん、ダイナモとかついてるんで、ワンパン狙えるようなやつではありますね。あー、このスケールもいいな。いや、いい。俺、今回は、スパイダーにする。多分ね。多分スパイダーにする。このままだと。それが安定しそうな気がします。いいね、いけ、ナイス、めちゃいいじゃん。おー、いい働き。てかクールダウンないんで。あぶねあぶね。ここは意外と敵が多い。意外といる。おっと、危ねえよ。こっち側にもいるね。ミスったミスった。当たってないぞそれ当たってねえよ。うわお、よし、はいはい。18回は敵が結構多いね。ちょっと多めです。んで、あー、アップドラフトね。いいかな。いや雷の杖もう弱いわ。82だもん。ならもうソウル溜まってるんで、もしも後々出てきたら変える、そういう感じでいこうか。いいんじゃないですか。やっぱ愛のメダルいいね。すんげえ役に立つ。よし、いた、リッ投げ。ちょ、嫌な場所から攻撃しないで。オッケー。待って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 、嫌なやつ。あと上に1、2体か。いや意外といたな。はい、19回クリア。なんか18回から急に敵が増えだした。急に増えた。あ、でここにゴーレム。あ、うんうん、召喚ビルド良さそうね今回。あ、でツルハシに虚無もついてる。うん、だから虚無でダメージを上げてワンパンっていうのもできそうな感じではありますね。
な。おいおいおい、多くない？風使い多いって。風使い多い。鬱陶しいから嫌いなんだよなあいつ。 OK、 風使いの数ね、ちょっと多かった。ちょっと悪い。20回クリア。あ、キノコがある。いや、いらんかな。ボーンクラブでずっと行こうと思うんで、キノコはいりません。で、パワーか。そうね、ならばもうボーンクラブあげようか。ボーンクラブの方にしとこう。防具もいいんだけど、防具はカスタムしたいんだよ。カスタムってか、ユニークにしたいんだよな。なんで、これで。いっとけ。OK。何が来る？もう一体。おい、倒したじゃん。倒したじゃない。今の絶対倒したじゃん。もう完全に倒してたじゃないか。まあまあいいや、やられました。あ、もうこれ工具ですね。間違いない工具だ。もうね、攻撃力が低かったんで、これでいく。あ、一応入れとけ。マルチ出たらラッキーなんで。いいね。火力が違うね。いいよ。ちょっとめちゃくちゃ戦いづらい場所。おお、でも、おお、でも矢は本当に出てきてくれる。いった。そりゃそうか。もうね、耐久力ないからね。そりゃ痛いわ。半分減る。半分減る。マジか。半分減るのはちょっといただけないな。やっぱりさっきの強化で防具上げるべきだったか。はい、痛い。終わり？いや、まだいるの。あれ、ああ、いた。どこかなと思ったら、さっき見たときいなかったじゃないですか。はい、23回終了。な、後々になるにつれなかなかめんどくさくなる。あ、ハープーン、長弾ついてるね。いいけども、あー、変えよっか。闇のアーマーがこれいいな。一応念のためにライフブースト、いやー、取っとかんだけどいい。いい、もう最後の叫びでいい。取っとこうかなーと思うんだけども、ライフブーストを。大丈夫、もうやられない。あぶね、あぶな。ちょっと待って、敵多いか。びっくりするぐらい敵が多いですね。ちょっと待って、ラグ。ちょっと待って。
よし、どこだ、めんどくせえのがいるよ。ちょっと待って、こっち見てみよう。いないね。じゃあ先に進みましょう。そこか。おい、はい、また出てる、すごいね。いやー本当に何回出た、もう10回以上出てると思うけど、すごいすごい。あん、なるほどなるほど。まあボンクラブの方でいいか。うん、両刃物よりも俺はボーンクラブの方が、うん、タワーでは適性が高いかなと思うんだよね。はい、おいし、おい、出る、本当に出る。やっぱね、18回からかな、18回から急に難しくなったイメージだ今回。うん、18まではそう大したことなかったよね。でも急になぜっていうぐらい難しくなってきた。おい、ちょっと待って、まだ湧くの、敵えらい湧くね。いや、まだ湧くの、多分もう出ない、もう出ない。あの入り口の近くにエンチャンターが出たらおしまいっていう。おーい、すんげえな、すごっ、なかなかの数だったよね。しかも嫌なやつばっかりでさ。あ、まあまあアップドラフト打ち込めばなんとかなったか。でこっちでおしまいかな。はい、おしまい。まだかい。25回終了。あー、でカトラス、お、いいね、このカトラス最高だわ。ああ、釣り竿、いや、釣り竿じゃなしにしても、これ強いぞ。カトラス変えようか。これ強い。でも、全部、フルエンチャにできるかっていうと、できないな。ああ。まあまあ、ボスまでにはフルエンチャに行けますね。いいね、いいね。カトラスはね、ほんと、あっちって言って、俺の中でだいぶ評価が上がった武器なんですよね。この衝撃旋風波と相性がむちゃくちゃいい。よし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 、いいぞ。危ねえ。よし、ナイスナイスナイスすぎる。これ途中途中出てくるクリーパーが怖っ、怖い、なんか暗いそうで。終わり、よし、26回クリア。敵の編成もなかなかですよ、後になると。これはいらないね。でここね、はい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 、タワーレースだらけだぞ。だらけだね、タワーレース多いぞ。よっしゃよっしゃよっしゃ、おお、多いね、すごいぞここは。注意しとかないと一気に大ダメージもらいそうなので、
うん、なかなかの場所だよ。じゃあ危ない危ない危ない。毒の継続ダメージもらった後に爆発食らえば多分終わるね。いやいやいや、なかなか効果力の場所。あー、いいね。アップドラフトです。で、商人ユニークどれあげるか。まあボグかな、これだったらだね。武器今変えたばっかなんで火力は十分だと。いやー待て、こっちでもっとゴリゴリ行くか。ゴリゴリ行こう。うん、俺は防御よりも火力特化の方が好きです。これで行きます。あ、トゲ入れたいね。意外とダメージになるからね、トゲって。で、29がここか。何出る？あ、だよね、かなと思ったんだよな。オッケー。で、多分まだネクロマンサーが出るんじゃない。あ、出ない。いや、出るはず出るはず、出ると思うよ。出ないんかい。え、終わり。いや、まだ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 。あ、違う違う。いや、簡単やろ。最後の最後、簡単だ。まあ、いりませんね。いきます。どんな感じになる？え、ちゃんと別に。いいか。はい。今日も入れれなかったな。でもまあ別にいりませんね。一体、あ、伸び。OK。弱っ。弱っ。嘘でしょ。最後なんか、弱かったな。でも18回から26回、7回、そこら辺までは、まあまあ、うん、ちょっと面白い感じになってましたね。うん、で、4回ぐらいが、あれ、初めての場所だったと思うんだけども、どうでしょうか。はい。では、星を見て、終わります。矢がいっぱい出てるから、どう？いや、そうでもない。そうでもなかった。ごめん。いや、全然良くないわ。全然良くなかった。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。